ホーレス・グラントは NBA の元バスケットボール選手。アメリカ合衆国のジョージア州オーガスタ生まれ。シカゴブルズで3度、ロサンゼルス・レイカーズで1度の優勝経験がある。プロ時代には4度 NBA、オールディフェンシブ・セカンドチームに選出されたことのある、優れたディフェンダーだった。トレードマークはゴーグル。双子の弟、ハービー・グラントも元、NBA の選手であった。 クレムソン大学に入学し、1987年の NBA ドラフトに全体で10番目にマイケル・ジョーダン擁するシカゴ・ブルズに指名された。6フィート10インチのパワーフォワードであり、同じフォワードのスコッティ・ピッペンと組み、ブルズの中核になるが、はじめはチャールズ・オークリーの控えであった。1988年、オークリーがニューヨーク・ニックスに放出されたため、 スコッティ・ピッペンと共にスターターになった。ジョーダンは彼にはまだ早すぎると会議的でグラントにて厳しかったがチームで有力なリバウンダーになりジョーダン・ピッペンに次ぐ得点源になった。インサイドが強いだけでなく中距離からのジャンプショットも得意でトライアングルオフェンスの中核を担う選手であった。またディフェンス面でも高身長を有効に利用して 相手チームのインサイドプレイヤーを抑え込み、リバウンドを着実にもぎ取る泥臭いプレイでチームの勝利に貢献した。1990年からの3連覇に貢献し、1993年の上段引退後はチームの2番目の主力選手となった。1994年のプレイオフではニックスに3勝4敗で敗れるもののシーズン55勝の原動力となった。 オフシーズンに FA になったが、チームフロントと代理人との交渉が決裂し、シャキーローニール擁するオーランドマジックに移籍する。若いプレイヤー中心のチームを1995年のプレイオフに導き、ファイナルまで勝ち上がるものの、アキーム・オラジュワンとクライド・ドレクスラー擁するヒューストンド・ドケッツに一生も上げることなく敗れている。1999年に、 シアトルスーパーソニックスに移籍した。2000年に3チームが絡んだトレードの一人となる。グラントがロサンゼルスレイカーズに移り、グレン・ライスがレイカーズからニューヨーク・ニックスに移り、パトリック・ユーイングがニックスからシアトルスーパーソニックスに移った。2000から2001シーズンのレイカーズの2連覇に貢献した後、マジックに復帰した。2002年から2003年シーズンの初めに、 マジックから解雇され引退を表明したが、2003年にレイカーズに吹き、1シーズンプレーした後引退した。2016年4月6日、フルス・シカゴブルズの社長不特別アドバイザー就任が発表された。ありがとうございます。